行くぞ。さっさと歩かんかい。はあ、あの馬オラを見とる。ほら、どこ見てるんじゃ。さっさと歩かんかい。うん。よし。これ馬方さん。すまんがの、この馬オラに売ってくれんかの。そりゃ売っても構わんがの。じゃがこんな野生が何の役にも立たねえど。構わねえ。ほら、有り金全部じゃ。オラが買い取ってやったで。安心しろや。野生馬は哀れに思った豊吉は、腹いっぱい草を食べさせてやろうと草を買った。じゃが痩せ馬はせっかく豊吉が買った草を食べる元気すらなく、ただぐったりとしているばかりじゃった。せっかく買ってやった草を食べることもできないくらい弱ってしまった馬に、豊吉がしてやれることと言ったら馬を温めてゆっくり眠らせてやることぐらいしかなかった。そうに、おめえは本当にとことんまで疲れ切ってしまっただな。豊吉はこの痩せ馬が哀れでならなかった。それで一晩中必死になって痩せ馬を温めてやった。なっただか。まだじゃな、まだ買っちゃなんねえぞ。さあ、ふすままぶしたで食うてみろや。おい、食わんと元気が出んぞ。あじゃそうじゃ、ゆっくりに食え。さあ、頑張れよ。それもう少しじゃ、頑張れ頑張れ。いやー、立った。こうして痩せ細って、歩くこともできんかった馬は、豊吉の世話でなんとか歩けるようになった。一人暮らしの豊吉はこの痩せ馬に青という名前をつけ、まるで子供のように可愛がった。そうして夜は家の中に乾いた藁を一面に敷き詰めて一緒に寝るのじゃった。
そうしてしばらくすると豊吉の世話の甲斐あって青は見違えるように元気になった。よかったよかった、すっかり元気になっただな。ところが、青、そのうちに豊吉はおかしなことに気がついた。青が夜中になるとすっと家から出て行っていなくなるのじゃった。そうして朝になると帰っていて知らぬ顔で草を食べている。それにしてもおかしなことがあるもんじゃ。青のやつ一体どこへ出かけていくんじゃろ。それに気のせいかちょっとの間に随分毛並みがきれいになっておる。そうしてその日の夜、豊吉は青がどこへ出かけるのか確かめてやろうと青が出かけるのを待って後をつけた。青は月明かりの山の中を脇目も振らずどんどん山の奥へ奥へと入っていった。山の中で一体何しよってんだ。ところが豊吉はだいぶ山の中に入ったあたりで一旦青を見失ってしもった。青、あんなところで何しとるんじゃ。不思議に思った豊吉は一歩一歩青に近づいていった。青、見ると青は岩場の岩の間から湧き出る水をコク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 脇目も振らずに飲んでいるのじゃった。青があんまりうまそうに湧き水を飲んでいるので豊吉も気になって湧き水を飲んでみた。なんと驚いたことにこんこんと湧き出ている泉の水は酒なのじゃった。おめえこりゃ元気が出るわい。そうか、この酒を毎晩飲みに来ておったのか。それでこんなに早う元気になったのか。道理で毛並みがえろきれいになったと思ったぞ。この酒のせいだったのか。ああよしよし。痩せ馬の青は自分でも早く元気になって
豊吉に恩返しをしようとこの泉の酒を飲みに来ていたのじゃ。こうして元気になった青と豊吉は泉の酒を町に出て売って歩いた。すると大層うまい酒じゃと大評判になり、酒はどんどん売れた。そうして貧しかった豊吉の暮らしも少しずつ楽になり、馬の青をますます大事にして仲良く暮らしたという。